ねえねえ、任天堂 3DS ってもう知ってる？そう、 3D なんだよね。裸眼立体視って言うんだって。立体視っていうことは絵や映像が飛び出したりするのかな。見てみたいな。それにモーションセンサーやジャイロセンサーっていうのも入ってるみたい。ジャイロでしょ？傾けたりするのかな。あ、そうそう、画面の解像度も上がってるんだって。細かい部分もよく見えるようになって、きっと綺麗な映像になってるんだろうな。あとは外側にはカメラが2つついてるから立体写真も撮れるんだって。いいなあ。あ、もうちゃんと聞いてる？何？どうしたの？急に。もちろんカメラは内側にもついてるからプレイヤーの認識もできるみたい。そんなに見つめないで。私だってあなたの顔はちゃんと認識できるから。やっぱりダメ。今日はここまで。続きはまた今度ね。プロジェクトラブプラス4、 Nintendo 3DS。